はい、そして、10社目、一番最後ですね、お取りになります、出張のサービスですね、AI トラベル、ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、では早速プレゼンテーションよろしくお願いいたします。はい、株式会社 AI トラベルの藤原です。それではよろしくお願いします。コンセプトは出張が多いビジネスパーソンの面倒な出張手配を丸投げできるサービスです。出張手配は面倒なタスクでしかありません。そして長い間進化せず無駄なプロセスが多く残された領域でした。現に今までは複数のサービスで情報収集や企画検討して個別に予約して非常にストレスがたまるタスクだったと思います。こちらのデモをご覧ください。あ、頭からやり直しますから、ちょうどあれ映像トラブルですかね。もう一回セットアップでできますか。今もう始められます。あ、丸丸。じゃあもう一回すいません、最初からで、ね、最初からお願いします。3分間です。カウントダウンを出して大変失礼しました。それではよろしくお願いします。はい、ではもう一度プレゼンテーションよろしくお願いいたします。コンセプトは出張が多いビジネスパーソンの面倒な出張手配を丸投げできるサービスです。出張手配は面倒なタスクでしかありません。そして長い間進化せず無駄なプロセスが多く残された領域です。現に今までは複数のサービスで情報収集や比較検討して個別に予約して非常にストレスがたまるタスクだったと思います。こちらのデモをご覧ください。AI トラベルは実に 80% もの、無駄なプロセスを改善しました。Uber のように目的地を設定したら乗り換え案内アプリのように希望する到着時刻や希望日時を設定します。すると瞬時に最適な飛行機、新幹線、ホテルが表示されます。比較検討は、比較検討もスワイプ UI でストレスフリーです。申し訳ございません。地図を見ながらホテルを決めることができます。このように AI トラベルなら出張が決まったその場で手配という面倒なタスクが完了します。私たちはユーザーが満足する検索結果を提供できるように日々改善を積み重ねています。例えば会場の最寄り駅や移動時間などの他にホテルがコンビニや繁華街に近いかなど人が実際に手配する際の判断基準やノウハウを取り込んで対応しています。なおこの出張市場ですが、国内は1兆7000億、海外は8400億、合わせて2兆5000億の市場となっています。なぜ今この出張手配市場が熱いのか。まず出張に特化した定番サービスが不在というマーケット、また今までの旅行系サービスは観光向けに設計されていました。手配がとにかく面倒だというニーズがあります。そして最後にこれからマイクロタスクを AI に丸投げすることが当たり前になる時代が来ると呼んでいます。以上の3点から私たちは出張手配領域のナンバーワンを目指しています。チームは AI トラベルは楽天出身の機体で創業しました。プロダクト開発に強い会社です。特にツール系のサービスの実績が豊富です。今年の9月にサービスを公開しまして10月の流通総額は200万円を超えました。ベンチャーだけでなく上場企業でも4社導入検討が進んでいます。最後に本日初公開です。1年以内に AI トラベルが実現しようとしている世界をお話しします。AI トラベルは出張体験を全てアシストするサービスに進化します。朝起きたら出張先の天気や気温を教えてくれ、上着が必要かどうか分かります。現地でのタクシーの配車から会食やお土産の手配、資料作成の代行など周辺事業を巻き込み、至れり尽くせりの唯一無二のサービスを提供します。出張手配を世界一シンプルにする AI トラベルをぜひお試しください。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとっぽいサービスですね。はい、審査員の皆様、お質問いかがでしょうか。あ、じゃあ、ハンさんから先にお願いします。自分が出張する時のイメージで、はい、こう例えば福岡に出張があった時ですね、はい、とりあえずこう中洲から5分で近くホテルとか、はい、で12時の会議に間に合ってとか、はい、夜美味しいイカが食べれるとか、結構バクッとした要求で、はい、それがパッと返ってくるとすごい嬉しいなと思うんですけど、はい、そういう対応構想だったりとかありますか。
そうですね、会場がどこを設定するのかとか、まあ、愛媛でもいいんですけども、何でもいいです。Google マップでヒットする住所であれば、住所や、施設名であれば、何でもそこに適した形で、繁華街を考慮した上で、夜タクシーが捕まりやすいかとか、そういった形で、場所によってはバスで移動がしやすくないと困るような地域もあると思うので、そういったことを考慮して、ベストなホテルとかを出すようにします。なんか選ぶの自体がめんどくさくて、もこのパッケージでこれでみたいな出てくるとすごい嬉しいなっていうのは。あ、もう中洲で楽しむパックってことですか。はい。でもそんな意味です。ただちょっと個人的なそういうファンの話をバレられないんです。すみません。ユーザーですね。あ、ユーザーです。ユーザーですね。はい。そちらについてはですね、ちょっと旅行手配の領域ではなくて企画旅行になってしまうので、うちが今メインでやっている領域とは多少異なります。ただそちらがもう、進化させていきます。非常に野心的なことだったので面白いなと、思いました。流通総額200万円と書いてあったんですけど、現状流通総額ですどれぐらいが売り上げに計上できて、はい、将来的に何パーぐらいまで持っていけるのかと教えてください。はい。単純に申し上げますと、ホテルとかのバッグがメインになりまして、それが 10% とかっていうのが現状です。ただそこは、売上に応じてどんどんその、パーミッション上がっていくというような形になっていますというところと、飛行機、新幹線についてもわずかながら手数料いただけるように、今提携を進めています。あとキャッシュポイントを最後に、示した資料の中で、増やしていくだとか、会社向けの、ETM ツールの部分で定期的にお金をいただけるようなところを作るとします。はい、森山さんお願いします。10月までで25社ぐらい多分利用があったと思うんですけど、はい、その中で複数回使っている人とか、はい、もしくは使わなくなった人とか、はい、もっと使いたいと思っている人とか、その辺でどんな感じでなっているのかと、その人たちがどういう感想を持っているのかみたいなことを教えてもらえますか。なるほどです。一つは今の時期採用が厚くなってきまして、採用で海外も国内も行くんだっていう方が、どちらでも使っていただいています。でその方に関しては移動中とかにも手配したいとか、この、何月のこのイベントに行くことが決まったとか、あまりキャンセルが発生しないので、もう早く取っちゃった方がいいみたいな形でご利用いただいています。はい、はい、大丈夫でしょうか。よろしく。あ、はい、山田さんお願いします。その企業向け、法人向けに、その出張する人の会社向けにバックエンドで、はい、経費生産を自動化するとか、はい、そういう仕組みとかは提供してますか。これからになるんですけども、他社が提供していない部分としましては、単に会計システムとの連携だけではなくて、社内申請用の書類のプリント機能であったりだとか、いろんな形で各社にそれぞれこうやっぱやり方があるので、それに合わせた形でカスタマイズしやすいようには設計されています。はい、よろしいでしょうか。はい、ではお時間となりました。 AI トラベルでした。ありがとうございました。